はい、今回紹介するのは妖怪ウォッチ DXS もとい妖怪ウォッチ D だダメだ妖怪ウォッチ DXF フィギュア2015春バージョンです。前回ですね、こちら、このマフラーをしている冬バージョンを紹介しました。はい、ジバニャンにハマっておりますので、早速こちらもですね購入してましたので、早速開けていきたいと思います。はい、正面、横、後ろ、では開けます。はい、では中身を取り出します。よいしょおいしょ、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 おー、おー、おー、よいしょ、まず尻尾と、おー、ほほほー、あれ？あ、台座後ろにあった。はい、組み立てます。はい、完成しました。ジバニャンです。2015春バージョンということで、ここのですね、頭に桜の花びら。で、左手に、これな、桜餅じゃないな。おはぎ？なんだろう、持ってます。はい。相変わらずのクオリティで、かわいいですね。横。はい。後ろ、はい、横、このまたお菓子が何とも言えないですね。一応冬バージョンと並べてみるとこんな感じですね。わあ、たまらんですね、これ。かわいい、かわいい。はい、そしたらですね、2個並べて飾っておきたいと思います。今回紹介したのは、こちらのですね、DXF フィギュアジバニャンの2015春バージョンでした。ご視聴ありがとうございました。